南極半島におけるバリソン半島の位置を示す地図。高木岬はバリソン半島の西端にある。高木岬は南極半島北部、グレアムランドの西岸にある岬。大日本帝国海軍の軍医、高木金広にちなんで名前が付けられた。グレアムランドのグレアムコーストにあるバリソン半島西端の岬。ルルーベイの北東岸に位置する。 1903年から1905年に行われたジーン・バティスト・シャーコ率いるフランスの南極体験隊によって発見され、大まかながら地図に記載された。高木プロモントリという名称は、1952年に英国南極地名委員会によって付けられたの、地名情報システムによれば、命名は1959年とある。同委員会は同時に、 南極半島の地形に対して、クリスティアン・エイクマンにちなむエイクマン・ポイント、フレデリック・ホップキンズにちなむホップキンス・グレーシャーなど、ビタミン学者の業績を記念する命名を行っている。高木プロモントリも、世界で初めて活系を疫学的に防いだ、高木金弘の業績が高く評価されたことによるもので、ある。ABCDE、US、ジョバロジェクルサーベイ。 ジオグラフィックネームズインフォメーションシステム高木プロモントリ2013年5月2日閲覧 AB 清水正一高木美咲と久野美咲日本生理学雑誌第71巻第4号日本生理学会157から158ページ2013年5月2日閲覧日本ビタミン学会誌ビタミン82巻11号より天才とあり ありがとうございます。